皆さんこんにちは。今回はまた今月と2回目になるんですけれども、カラーポップでセールをやっていたのでお買い物をしました。そちらを紹介しようかなと思います。よろしければぜひ最後までご覧ください。今回は、まず 20% オフセールっていうことで、まあ、一部対象外もあるんですけれども、まあ、ちょっと欲しかったものもあったので、買ったんですけれども、まず、1つ目は、こちらのマイリトルポニーのシリーズですね。前回の動画で紹介したシリーズなんですけれども、その時に、ね、売り切れて買えなかったカラーがまた入荷していたので、買えなかったこの2色を購入しました。まず1つ目はこちらのポージーっていうカラーです。ベージュ系のカラーですが、もうグリッターとかギラギラのラメが入ったカラーです。で、塗ってみるとこんな感じで、色味が出るっていうよりはものすごく綺麗なグリッターで、ピンクとかゴールドとかイエローとかちょっとグリーンも入っていますかね。こんな感じでもう本当に可愛いです。もう売り切れて買えなかった時は本当にショックだったんですけれども、すごくこれもね使うのが楽しみです。はい、そしてもう一色の方がこちらの、サンビームっていうカラーです。もうこれ本当に一目惚れして、絶対欲しいと思ったんですが、一瞬で売り切れていて本当に買えなくて落ち込んでいたんですけれども、こんな感じのすごく青みの強い、ラベンダーカラーになっています。で、こちらがこんな感じで、もうこれもグリッターもすごいですし、で色味も綺麗なラベンダーに発色してくれて、で入っているラメの色もブルーとか紫、ピンク、シルバー、もう本当に綺麗です。さっき の分はもうちょっとね肌なじみがいい色なんですけれども、こちらはもう青みの強いカラーでものすごく可愛いです。はい、そして続いてもスーパーショックシャドウなんですが、今回、まあ、秋冬のさらに新色っていうんですかね、何度か出るんですけれども、そのうちの、気になったこの3色を買いました。で、届いてみたらこんな可愛いパッケージに入っていて、最近この外装が可愛いので箱も捨てられなくなっちゃいますね。はい、まず1つ目はこちらの、黄色いボックスに入っていたフラッフィーっていうカラーを見ていこうと思います。こちらは見た目は普通のゴールドの、グリッターシャドウに見えるんですけれども、中にすごくね綺麗なラメが入っています。はい、こんな感じでピンクとか、あとちょっとこう青みっぽいラベンダーっぽい感じのグリッターが入っていて、すっごく綺麗で可愛いカラーです。本当に単なるゴールド系のシャドウじゃないので、本当に角度によってねキラキラしてめちゃくちゃ可愛いカラーです。そして2つ目はこちらのピンク色のパッケージに入っていたレボリューションっていうカラーです。こちらも結構深みのある色なんですけれども、見るからにラメがすごい、はい、こんな感じでちょっとこうワイン寄りのブラウン系のカラーなんですけれども、こちらも中にぎっしりグリッターが入っていて、ゴールドとかピンクとかそんな感じの光り方ですね。ものすごくこれも綺麗です。で、3つ目がこちらの、青いパッケージに入っていた、ちょっと読み方がわからないんですけれども、ボンシーですかね、ちょっとわからないんですが、こちらのカラーです。で、こちらはもうこれもギラギラのグリッターカラーなんですけれども、これもねピンクのラメが見えますね。で、塗るとちょっとカーキというかブロンズ系の色ですかね、ちょっとグリーンも入っているようなベースに、これもピンクの、グリッターが入っています。今回の3色は全部同じピンクグリッターが入っているシリーズですかね。すごく統一感のあるカラーだと思います。新しく新商品が出まして、それがこちらの、スーパーノバシャドウっていう、グロスタイプ、アイグロスっていうんですかね、リキッドタイプのアイシャドウが
今回5色か6色ぐらい出ていた分の気になった2色を購入しました。まずこちらの、まずこちらのちょっとファイヤークラッカーちょっと見ていこうと思います。で、こんな感じの、リップグロスみたいな感じのこういうチップがついているタイプですね。で、まず一塗りしてみるとかなりテクスチャーは柔らかいというかリキッド、本当に水っぽい感じに近いです。そんなにこう固形感というかクリーム感があんまりなくって、結構サラサラのつけ心地ですね。で、薄く塗ったらこんな感じでしっかり色も発色してますし、こちらは赤みのあるブラウン寄りのカラーで、中にもうラメとかグリッターがぎっしり入っています。で、もう一つの方がムーンリットっていうカラーですね。こちらはもう少し赤紫っていうんですかね、そんな感じのカラーで、こっちはすごくね多分好きだなと思ったんですけれども、はい、こんな感じですごく綺麗なバイオレットっていうんですかね、こんな感じのすごく可愛い綺麗なカラーです。で、ちょっとこうシルバーの色味の方が強いですかね。さっきはゴールドっぽかったんですけれども、こちらはちょっとこうシルバー系のラメとかも入っているので、はい、こんな感じですごく綺麗です。で、まあ今チップでそのまま乗せた状態だとこんな感じの発色なんですけれども、さっきちょっと塗った方をちょっと触ってみようと思うんですが、結構もう定着してます。うん、かなり乾きはまあまあ早い方かなと思います。で、こっちはちょっと塗りたてなのでちょっと触ってみようと思うんですが、まだこう定着していない状態なので塗り伸ばすことができますね。で、色味もどんどんこう薄くできる感じです。あ、すごく綺麗です。なんかスーパーショックシャドウ塗ったみたいな感じになりますね。なので多分使い方としては単純にこう塗っただけじゃなくって、塗った後しっかりこれぐらい伸ばして使うのが正しいのかなと思います。そうすれば、触った感じさらっとしてるので、さっきはねこのまま乾かすのはちょっと無理があったかなと思います。こんな感じですごく綺麗です。なので、単色のアイシャドウとしてもいいですし、ベースに使って上からまたアイシャドウを重ねるっていう使い方もできるんじゃないかなと思います。あ、いいですね、サラサラになってます。で、このサラサラの状態で触ったらラメ取れないです。あ、全然取れないですね、ラメ。うん、こんな感じで、まあ、若干取れますけれども、結構ね乾いても触るとよれたりするのって多いんですけれども、これしっかり定着してるのでこれはいいですね。あとはもう色の好みだと思いますが、今初めて使ってみた印象では私これ全色欲しいなって思いました。はい、そして最後にちょっと今回本当動画が長くなってすみません。こちらの、ゴールデンステートオブマインドっていう、アイシャドウパレットも新しく出ていて、でこれがものすごく欲しくて、で 20% オフでこれ買えたのでこちらも一緒に購入しました。これが最後になります。でパッケージの裏にこんな感じでカラーで色 の表示があります。これはすごく親切ですね。で、開けると外装と同じデザインの紙のパッケージになっていて、でこちらが開けると、はい、こんな感じです。鏡はついていないタイプで、フィルムとかも何もないんですけれども、こういう感じで全て、メタリックな、カラーになっています。まあ、それが買うポイント、決め手でしたね。マットのアイシャドウももちろん好きなんですけれども、全部メタリック、このグリッター系のシャドウっていうのにものすごく惹
かれてしまいまして、でしかも色は、15色入っています。全色スウォッチ時間の関係でもうちょっとできないかなと思うんですけれども、気になったカラーだけちょっと見ようかなと思います。まずこのカラーですね。あ、でも触った感じはプレストなんですが、ちょっとね色はこんな感じです。このちょっとシルバー系のカラーですね。こんな感じですごい発色いいですね。この白とかもそうなのかな。あ、でもこれはピンク系のパールですね。あとこのワインのカラーとかはちょっと赤みが強い感じですね。この他ちょっと適当に気になる色を、あ、これはいいですね。このちょっとモーブっぽいグレーが入ったパープルっていうんですかね、もう使いやすいです。もう本当にギラギラですね、全部すごい。これもカーキっぽいカラーですし、めちゃくちゃすごいパレットです。なんかアイシャドウのこの触った感じの感触っていうんですかね、はちょっとこうしっとりっていうよりはなんかねっとりしたような感じです。意外と思ったよりもつきがいいんですけれども、粉の粒子はちょっとやっぱり粗めですかね。まあメタリックとあとグリッター系なので、ちょっとこうボソボソした感じは若干あるかなと思いますが、発色はまあ見た目通りすごく綺麗ですし、これはかなり使うかなと思います。はい、ということで今回は、カラーポップのお買い物をご紹介いたしました。もう本当にレビュー長くなって申し訳ないんですけれども、今回はちょっと予想以上にどれもすごく私の大好きな発色のものばかりだったのでちょっと興奮しちゃったんですけれども、新商品の、リキッドタイプのアイシャドウと、あと新色のね、パレットとスーパーショックシャドウもどれも本当に良かったです。そろそろ年末に向けてとか、多分セールとかどんどん打ち出してくると思うので、まだ今もねホリデーのね新しいのすごく可愛いので狙ってはいるんですけれども、ちょっと今月もう2回もお買い物しちゃってるので12月に、それはゲットしようかなと思っています。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。